が自主練してたんだよ、みちと先に勝とうぜっつって、うん、すごいな。え、待って待って、知らないんだけど。同じ練習時間やってるじゃん、さきとさ、うちとさ、みちは朝練も夜練も、うん、もうお昼にさきはご飯食べて友達とはさ喋ってる時間があるじゃん、その間にうちらが練習することでそこで超えれるって思ってた。すごい、よかった、高校の時それ知らなくて。ほんと毎日じゃないけどね、自主練したりとかめっちゃしてたよ。大事大事、うん、もうこそこそそうなってたから、一緒に3人でさ、飛び級で代表入ったりした、なんか逆にそれをいい影響に使ってもらえてたならいいんだけど、でもこっちが荒らしたら結構嫌よ。まあね、さっきは仕方ないよ、それはそういう運命、そう宿命だと思う。いやいや、それはよかった、高校の時その昼練知らなくて。だって言わないよ、ライバルだ。そりゃな、面白い。そうだよ、さっきのんきに食堂行こうぜって食堂でご飯食べてた。出た、早弁して。でももちろんアスナの存在もとかコノとかの存在もさ、前から代表に入っててさ、やっぱ私入学してきた時すごい大きかったし、たださ、なんか同時にこうミチとナオコはさ3年間ずっと一緒にやっててさ、ユースの代表もだしさ、一緒に戦ってきたじゃない。いやでもほんとね、そのもちろん2人だけじゃないんだけど、その存在は大きかったと思う。大きかったと思うじゃん、大きかった、マジで。まあ、一緒に3人でレッツ入って、いやマジ大きかったね。最終的にさっきだけだから、なでしこリーグでスタメン出てたのは。いやミチ出てたよ、開幕1年目優勝した時。ちょこちょこほら出れなくなった。だけど開幕戦シュート決めたよね。すごいな、ね、努力でね、 MVP も取ってるから。あ、すごいよ。そうだよね、ほんとずっと長いことねレッツにいて、でマジで高校の時なんかほんと不器用だなとためながらに思ってたけど、なんかわかるでしょ、なんかあ、でもスペインってすごい変わったと思うし、スペインから結構リオに遊びに、いや最近はやっぱコロナで来られないけど、ほら遊んでたよ、よく。そう、来てくれて、やっぱり話すとね、おもろいよ、やっぱり。おもろいとは、まだ不器用だなって思うけど、それ、ね、でもだいぶ変わったと思う、うん。中高大から進まないわ、もう。じゃあ次のテーマはもう次回でしょ。誰も行ってないの？誰行ってないから、うん、次代からっていう。うん、今ね半分も聞いてないわ、アスナが聞きたいこと。全然だって海外サッカーとかもさ、ね、聞いてない。海外移籍とかね。そう、そうだね、もう全然いろいろ聞きたいことやわそうなんだけど、過剰書きにしておくって、先に。うん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 、これの半分もほんまに言ってないから。うんうんうん、また次回で。うん、まあ話が脱線してまうのはしょうがないから、こうやって。うん、まあでしょうね。そう、それがいいところ、まあ、でもとりあえず何が大変って、編集が大変だね。うん、1回目を作って出すから。うん、出す前に送ってね。うん、うん、もちろんもちろん。チェック入ります。もちろんチェック入るで、まあ、面白いようになるように。まあ、そう。作ってみて。ああ、編集で。うん、オッケー。え、ナホミ何回出したの、もう。ナホミまだ1回で。ナホミの1回で次、さっき1回出すの。さっきはなんか月末に出す。ナホミが終わってないのにさっき出しちゃう。出しちゃうよ。そうやってやってくんだ。同時進行してくんだ。だってね、みんなが見たいのはね。そう、こういろんな人をさ乗せてたのが面白いよ。でもナホミの早く続きみたいなのに一回さっきかよみたいなさ。いやいや、だからそれはその月一のお楽しみっていう。ああ、そうなんだ。じゃあ。でナホミの次のやつは次の月の頭に出て、さ月末に先の次が出てくるって感じか。そう、だから先を楽しみにしてるともいるわけ。出たら先の方でも宣伝するわ。よろしく。あ、先。海外移籍の話とかも聞きたいって言ってたのにさ、まあまあいいかって全然そこまでいかなかったけど。あ、うん。だからそれまた今後聞かせてもらうから。そうそう。うんうん。なんなら3回で何回でもするから。うんうんうん。そうだ、まあまあこの感じでできれば、この感じでだったら全然私もいつでも時間さえあればさ、うん、全然できるから、うん、大丈夫、よろしく頼むわ。オッケーオッケー。レコーディングをして、うん、練習して、オッケー、うん、了解了解。はい、ありがとう。はい、おやすみ。おやすみ。はい、またね。はい。